どうもこんにちは、ウィンマンズの中古車紹介です。今日はですね、厚木店からね、数台ちょっとお送りしたいんですが、まずね、厚木店の店頭に並んでる在庫をですね、先ほどちょっとじらっとね見てみたんですけれども、なんと、最近ですね、シルビアの1号ですね、1号のシルビアが、今店頭にですね4台しか並んでなくて、あれだいぶ少なくなったなという印象なんですけども、値段もですね結構な金額になってきているので、ちょっと今回はですねこちらの4台、今ね在庫的には、ね、4台しかなくなっちゃったらそうなので、こちらのですね4台をですね、ちょっとざっとね一気紹介していきたいと思いますので、最後までご視聴のチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。はい、早速行きましょう。一応ね、友成くんにね紹介してもらおうかなと思ったんですが、なんせね今日日曜日なんでお客さんが来てしまいましてですね、対応中なので私の方で紹介させていただきます。はい、まずねこちらの黒のですね、シルビア、はい、一応こちらがですね平成12年の2月登録、はい、2000年ですね、のスペック R ターボ車両ですね。で走行距離が13万6000キロ、車検が切れるので2年つけてお出ししますという車になっております。修復はありですね、修復はあり、一応ここにね、教科書があります。はい、フロントとリアグの交換があるかなって感じですね。はい、チューニングもねヤシオファクトリーのこれカーボンボンネット、いいですね。はい、と柿本のマフラー、 H ケース、魔除きインタークーラー、H ケース車高調、円形の17インチアルミホイールとフリットバケットシート、なかなかいい感じのチューニングしてるよね。レパートリーはね悪くないんじゃないかな。はい、インタークーラーも入って、ちょっとライトが曇り気味でしょうかね。はい、で一応こちらがねホイールです。はい、円形のホイールですね。で一応ねこの車はですね、先ほどね友成君に聞いたんで、一応左のドア、こちらですね、左のドアの、塗装がですねちょっと傷んできてます。ここが剥がれちゃったりとかして、これはうちの方でペイントし直すということで、今話が進んでいるそうなので、はい、金額は変わらないんじゃないかな、ちょっとそこら辺はねまだ分かんないんですけども、ちょっと直す予定ではあります。はい、エアロも入ってマフラーも入ってますね。リアスポイラーがついてないのかな。はい、こんな感じ、めちゃくちゃいいですよね、かっこいい。はい、もちろんマニュアルのね6速になっております。カーボンボンネットがね、ヤシオさんのねカーボンボンネットです。ムラがなくていいですよね。で支払い総額が327万2000円の車になっております。はい、車検つけてですからね、車検2年つけて327万2000円、はい、そこそこやっぱ値段が高くなってきてるね。 FD 並みとは言わないですけども、はい、同じね、12年とか13、14年式ですからね、まあ、比べるのは FD ぐらいかな。はい、続きまして鮮やかなねブルー、これもすごいね、これもカーボンボンネットでね、平成13年式の7月登録ですね、2001年式、はい、グレードがスペック R の L パッケージになります。走行が16万キロ、車検が切れるので2年つけてお出ししますと。はい、チューニングリストはですね、テインの車高調、テインの FDFC ですね、内装中からねちょっとコントロールできるやつね。で車外マフラーと純正オプションの形状フロントバンパー、アドバンのモデル5、アルミホイール18インチ、レカロの SPG フルバケットシート、オートゲージ水温計と純正オプションブースト計、まあそこそこですかね、悪くないんじゃないですか、ね、一応修復がありの車ですね。これは教科書が今ここにないかな、ありなんですけれども、一応ね元色もブルーなんですけど、ちょっとキャンディーブルーっぽいですね、ラメが入ったブルーにもう一回オール同色オールペンしてるみたいなんですよね。でもめちゃくちゃ生えてます、綺麗です。でボンネットもね、こちらまた柄がちょっと違うんですよね、色がね、色合いがちょっと違う。これもまたすごい鮮やかでムラもなく綺麗です。でボンピンがね、ちょっとボンピン対決で言うとこっち負けましたね、こっち勝ちですね、こっちの方がねしっかりとしたものがきちっとついております。はい、で一応フロント周り一応ねこんな感じです。純正オプションのフロントバンパーですね。はい、なかなかいい、かっこいいですね、色がいいね。
すごくいいと思います。はい、で一応バケット、バケット入ってますね、フルバケット。一応革シートですね。わ、色がねすごい鮮やかです。でちょっとちっちゃいリアスポイラーが入って、これスモークテールも入ってる。マフラーもぶっといですね。エアロもいい感じだな。これもかっこいいですね、すごい。これも AVS か、 AVS ですね、定番の、うん、すごい素晴らしいですね、かっこいいね、うん、はい、もちろん、マニュアルの6速で、はい、一応支払い総額が368万円の車になっております。ちょっとねここら辺網をつけるのにちょっと自作っぽいですけどね、これね、うん、ここがちょっとマイナス点かな。あれ、これってフィルムですね。カーボン調のフィルムだ。フィルム貼ってんだな。こっちとは格段に違いますね。ヤシオさんに怒られちゃいますね、これね。こっち本物です。こっち、偽物でした。はい。これね、見た目はわかんないけど、これちょっと浮いてるのを見てね、気づきました。これ浮いてなきゃ気づかないで言ってたのにね、そのままね。はい、じゃあ隣に行きましょう。うわ来たね、これもう。3台ともカーボン調になって。カーボン調。これカーボンかな？これもごっついね。パッと見ドライカーボンって思うんですけど、ドライカーボンじゃなさそうですね。はい。こちらは平成14年2月登録ですね。2002年式の車になっております。グレードがスペック R ですね。の6速ミッション。はい。で、走行が8万2000キロ。車検2年つけてお出しします。チューニングリスト HKS GT RS タービン。結構やってるんですよ、これね。駅間に入って、デュアルフロントパイプ。ほら、メタルキャタライダー、ジープ。これすごいね。GP スポーツ。これちょっといっぱいありすぎて、ちょっとひょっとしたら後でね、これ1台だけでもいいんで、ちょっとね、引っ張り出して、この1台ね、紹介していきたいと思います。あれ、これフェンダーもちゃんと入ってるわ。フェンダーもこれだけ浮いてますんでね、入ってまして。一応 GT ウィング。あ、一応これ、リアも、あ、ちゃん。わ、すげえ打ち処理してある。あ、これちょっと1台でやりたいですね。これ GT ウィングもカーボンだな、これ。またこっちは、端にね、ラバーをちゃんと、こう貼ってますね。こういうなんかきちっとした処理がね、泣かせますね。テールもなんかかっこいいな。マフラーも入って。これすごくいいですよね。はい。で、ブルクレーシング。アルミホイール履いて、ロールバーも入ってる。ロールバー6点式。6点式です。398万円の車です。これ注目じゃないですかね。そんなに格差ないんですけど、やってやるの内容がちょっと違うかな。はい。もちろん修復はありなんですけど、そこら辺もね、ちょっとこれピックアップして1台だけ詳しく、紹介していきたいと思います。はい。398万円。かっこいいですね。という車です。さあ、最後4台目。こちらがシルビアの、平成11年の11月登録ですね。で一応グレードがですね、オーテックバージョンです。出ました。オーテックバージョン。走行がね、14万7千キロ。車検は令和9年の11月まで残っております。チューニングリスト、オーテック専用の SR20。まあ、専用エンジンですね。富士通の駅間に入ってる。6速のマニュアルで、テイン車高調、D-MAX タイロット、タイロットエンド、Z33 純正アルミホイール。はい。そんなにね、大きな改造はしていないんですけども、うわぁ、33のホイールだって。フロントちょっと見てみようかな。あ、これぞシルビアって顔してますよね。うん。ライトが綺麗、めちゃめちゃ。うん、これなんか純正っぽく見せて、綺麗で、しっかりと乗っているって、なんかすごいおしゃれですよね。まあ、古着と同じように。おしゃれな人が乗る。あ、リアスポイラーもレスで、すごい綺麗。あ、マフラーがいいね。マフラーが輝いております。外装はね、綺麗ですね。ホイールだけのこのマッチングはね、ちょっと好みあると思いますけれども。はい、オーテックバージョン。マニュアルの6速でございます。
支払い総額が288万円の車ですね。はい、これ今4台見せた中では一番安い価格になってますね、うん、でもシルビアの1号でいうと結構値段がアップしてますよね。シルビア全体的にアップ、一応ここに隣にあるのは14なんですけどね、14の前期、はい、ちょっと丸めの前期なんですけど、平成7年の4月登録で、ケーズです、ターボです、244万円、17万キロ走ってるのに、これも高いね、高いですね、修復ありです、結構いじってます。ちなみにこちら13シルビア平成3年式、平成3年式ですよ、キューズです、ノンターボです、ダイヤセレクション13万キロ、修復ない車で260、あ、修復ありだな、これ修復あるのか、修復あるで、265万2000円あっちゃー、もう変わらないですね、金額がね、1号と、あ、こちらもそうですね、これ13シルビアです、平成3年式11月登録でケーズ、14万5000キロ今年の車検10月まで残って修復ありです、264万円です、 S14 タービン、シルビア、13シルビアのスタイリングがいいですよね、かっこいい、なほんとシンプルでかっこいいんじゃないかな、一応は1号の後期もねありますよね、後期の方がちょっとこうきつい顔してる感じね、今のところですね、今回は1号をね4台紹介させてもらって、まあ14と13とかもあるんですけど、一応今1号がね4台こんなレパートリーになっております、今回はこれをね違う動画で1本いきたいと思いますんで、はい、はい、今回ちょっと短めの動画で紹介させていただいたんですけど、1号のシルビア、これである厚木店には4台ばかし在庫ありますんで、ぜひ気になった方はですね厚木店までご連絡いただければと思います。それでは